はい、ということで今日のお部屋でございまする。もうほんとレンタルルームみたいなところでございますね。はい、お部屋が全部で9つあるのかな。はい、ということで入るとですね、下がなんとこういうタイル張りになってまして、一番右側にトイレがあります。トイレのマークが可愛らしいですがついてます。おお、壁まで石だよ。でも結構ね、スペース的には広くないですけどねはい、そしてその隣がシャワールームですね。シャワールームもね、大理石みたいな感じになってますが、すごいよ、レインシャワーがちっちゃいよ。興味深いですね。ちょっとね、上の方、この辺水滴残ってますが、まあしょうがないですかね。はい、床は濡れてはいないのかな、大丈夫かな、入ってはい、ということでシャワーと天井シャワーっていう書き方が面白いね感じになっていまして、こちらのディスペンサーに入っちゃってるのはどこのメーカーかわかんないですね。ボディタオルは入っております。はい、そして戻ってくるっと回って、こちらにですね、タオルが、フェイスタオルとバスタオルがあって、上にこういった形でですね、木製のハンガーあります。でその隣がですね、結構いい感じの、鏡になっていますね。この上のこれ何なんでしょうね、水晶みたいなやつで、ここにですね、ちょっと小さめですが円形のですね、あれがありますね、ボールがあって、ここが洗面台になっています。ただね、やっぱりね、女性の方向けなんだと思うんですけど、こういったフェイスパックとか、あるいは、化粧パウチなんかがあります。フォーメンもありますね。これ照明かな、これね、この水晶みたいなのね。はい、そしてその下にですね、まあ、アメニティって書いてあるかな。おー、あ、ここに、歯ブラシとかヒゲソリッド、あとヘアブラシ、ヘアゴム、コットセットなんかが入っております。コップも入ってますね、プラスチックですけどね。でその下に、ガウン、おー、ルームウェアと、あとここにですね、ちょっとすいませんもっと東京だったからね、いろんな個人の証明が必要で、おっ、すごいよこれ、あれじゃないですか、バイオなんで、バイオロジープログラミングだっけ、あのルミエリーナの商品ですね。これ結構ね、3万円ぐらいするんですよ。すごいね、これが置いてあるのは。はい、でここに、電子レンジも置かれております。お、扉があってね、ハイアールの電子レンジ。そしてその下に、おお、ここになんかコーヒーカップ、しかもシルバーでおしゃれだね。それと、タイガーの電子ケトル、そしてコーヒーですね。これはね、あのドリップコーヒーが2つ置かれております。はい、そしてその左が、冷蔵庫って書いてますね。冷蔵庫内には飲み物が有料販売されているようでございます。はい、おー、こんな感じで、はい、すごいね、これ水15円じゃないよ、これ150円だと思いますはい、という状況になっております。はい、そしてごめんなさいね、ちょっとねバタバタしておりまして。はい、お部屋ベッドルームこんな感じでございます。じゃじゃーん、すごいシンプル、狭い、コンパ、狭いっていうの言い方よくないね、コンパクトでもね、ユッキー嫌いじゃないですよ。このコンパクトさもそうですけど、この素材感がいいよね。まあここがなんか琉球畳みたいになっててね、ちょっとこれがあんまりちょっと綺麗な感じはないですけど、まあ、壁がね、なんといってもこう木で作ってあるし、天井もね一応木になってるし、壁紙も一応こう和風みたいな感じで、頭の方はこういったね大理石調になってます。で壁は、壁じゃない、窓は一応なんか障子みたいな感じになってるからね、雰囲気悪くないですね。しかもちっちゃいからエアコンもすぐあれしそうですね。で結構あれですね、テレビ大きいですね、これ50インチぐらいあるかな。はい、という感じになっているところですかね。はい、以上になります。今回泊まらせていただいたお部屋ですね、6号室でございました。特にですね、部屋の名前はついてません。宿泊プランが元東京対応プランでございます。ベッドタイプがですね、140センチメートル幅のダブルサイズ、マットレスはテンピュール社製でですね、
電動でリクライニングソファタイプでございました。食事なす止まりで広さが10平方メートル。料金がですね、税込み 1名、まあ2名もなんか一緒みたいですが、6900円という形でございます。選んだポイントはですね、インテリア、ちょっとね、和モダンだというところと、もっと東京対応だというところで、今回はですね、直接予約をさせていただいております。今回の特徴的な設備、このベッドでございます。はい、天日湯のですね、電動リクライニングベッド 0G というやつですね。そもそもね、この天日湯って NASA 承認のマットレスピローブランドになっていまして、まあ、体散分散すると同時にですね、まあリクライニングするんでテレビ見たりするにも最適という形で、以前確かホテルシロでですね、これユッキー泊まらせていただいてめちゃくちゃハマったので、今回、まあこれもですね、目当てでですね、泊まらせていただいたという部分もございます。今回の部屋の平面図、こんな感じでございます。はい、正方形に近い形ですね。非常にコンパクトで入るとですね、左側に洗面台と、まあ、いろんなものも置いたりする台があって、右側がですね、トイレとシャワー室が別々に置かれております。で、奥にですね、ちょっとかなりデッドスペースと柱なのかな、あったりして、デコボコはしてまして、そこに、このテンピュールのベッドがはめ込まれてると。まさにはめ込んでるって感じですね。いう感じでございます。足元にですね、大きな大型のテレビがあるという形の、配置、レイアウトになっていました。南西向きといっても、まあ、窓開かないんでですね、あんまりこの方角意味ないんですけど、面積が10平方メートル、天井高も低くてですね、229センチメートルという形のお部屋でございます。はい、ということでですね、数字で見る部屋データ、この辺はちょっと地価安めでございますね、47万円という形です。まあ、それ以外は、さっき申し上げたように天井がちょっと低めということぐらいですかね。開業のしてからですね、3年、8ヶ月になるホテルになっております。こちらのホテルはこんな人向け、まあ、基本ここはちょっと仕事をするには辛いと思うので、プライベート利用かなと思います。まあ、気軽に泊まったりね、当日、まあ、急に泊まりがになったり、見た時に泊まれるホテルですね。まあ、あとね、カップルでの利用、それから喫煙者なんかに向いてるんじゃないかと思います。もっと知りたい人向けのコンテンツになります。こちらのですね、小宿ホテルなんですけども、うぐいす谷駅前の、ホテルになってまして、今回ですね、元東京の対象施設であることからホテルの存在、ユッキーも知ったんですけども、まあ実際ね、行ってみると、やっぱりこう通常のホテルじゃなくて、ラブホテルとかね、レンタルルームなんかに近いような、施設でございました。まあこのためですね、ちょっとね、調べても運営会社っていうのが分からなかったんですけども、求人情報からですね、かつての4店舗ラブホテルを運営してるっていうのが分かったのと、まあ五反田のヒルズホテルっていうラブホテルが同じ運営会社でやっているみたいです。あとね、なぜか引っかかってのが、内装の設計をしている会社でムーバランスというところが、こちらの内装の設計を行ったという感じでございます。小宿ホテルの最寄り駅はうぐいす谷駅になってまして、うぐいす谷駅になっていまして、北口の改札を出てるっていうのは本当目の前すぐのですね、建物になってます。なんで、看板すぐに見える感じですね。まあ、1階がドラッグストアになっていまして、建物の線路側にあるところからですね、建物内に入る形になってます。ただね、非常に暗い感じで、なんかホテルが入っているとは到底思えない雰囲気でございました。まあ、ホテルは3階のワンフロアのみでですね、全9室のみという形になっています。エレベーターを降りるとですね、もうすぐに目の前にフロントになっていて、で、フロントっていうよりも、ま、厳密に言うともうめっちゃ狭いスペースにカウンターとモニターがあるっていう感じでですね、そこでチェックインをして、モニターから、こう、その時にですね、空いている部屋を選ぶというシステムになってました。まあ、ほんとね、なんかラブホテルみたいですね。でそこで、靴を脱いでですね、廊下に上がって、そこから両側に部屋があるという感じでございます。まあ、一度部屋に入るとですね、基本外出が面倒になってまして、外出する際はフロントに連絡をして事前精査をしなければならないというシステムになってます。まあね、もう雪面倒だったんでですね、靴履くの面倒だし、そういうのも面倒だなと思ってずっと部屋の中で過ごしてしまいました。はい、それではですね、小宿ホテルのベッドチェックになります。こちらのベッドは幅が 140cm、 長さがですね 190cm、 高さが 50cm ぐらいでございます。はい、今日の部屋着でございます。ちょっとすいません、あんまり映らなくて申し訳ないですけど、こんな感じの1枚のですね、ガウンになっております。まあ結構肌触りはいい感じですかね。はい、それではですね、ちょっと倒れ込んでみたいと思います。ちょっとかなり狭いのでそっといきます。せーの、おー、気持ちいいな。なんか今までで一番マシュマロっぽいかもしれない。じゃあ行きますよ、もう一回、せーの。おー、これは気持ちいい、ね。
楽しみに。お部屋の方はですね、外観のイメージから打って変わって和モダンでおしゃれな感じでございます。素材もですね、壁がウッドと石でストーンで、床もですね、ストーンと畳を使っていまして、まあ、高級感出している感じですね。まあ、間接照明という形の照明になっているので、まあ、結構ムーディーです。まあ、ただね、部屋はま、10平方メートルぐらいということで、まあ、かなり狭い感じではありますね。またですね、椅子がないんでですね、基本はこうベッドの上で過ごさなきゃいけないという形でございます。テレビはですね、大型の画面ではあるんですが、こう、ラブホにあるようなね、コンテンツの画面で、VOD が見放題という感じになっています。まあ、他にもですね、窓が不透明で開けられなかったり、冷蔵庫は有料ドリンクのみであったりとですね、まあ、基本的にはラブホ仕様になっているという感じですね。まあ、ただ、その割にはですね、まあ、隣の部屋のちょっと音とか、あとね、近くを走る電車の音っていうのが若干聞こえてきたかなという感じですかね。まあ、個人的にやっぱり良かったのはベッドで、テンピュールのですね、その電動リクライニング式になっているので、で、上半身とか下半身をそれぞれ上とか下に上げること、上げ下げできるんでですね、こうベッドに寝転がりながらテレビ見たりっていうことができるんで、それが良かったですね。あとね、やっぱりこう、布団がとてもふかふかで、ゆっくり寝ることができたかなという感じでございます。ユッキー隊でございます。ね、このウグイスダニーっていうね、結構ね、ラブホ街みたいなところのロケーションに加えて、駅前のこう雑居ビルの暗い入り口をくくっていくんでですね、初めてだとか結構ハードル高いような気がしますね。こんな感じの雰囲気なんで。ホテルと思ってるよするとちょっと若干ね、厳しいかなという感じではあります。ユッキーのレビューです。はい、お部屋はまあ、内容的には、まあ、少し高級感もあって、良かったんで4とさせていただいています。設備品も一通り揃っていたんで4。水回りの方はですね、まあ、バスタブはないんですけども、バスとトイレが別でですね、シャワーは、タイル張りというかね、石張りで、レインシャワーもあったんで3とさせていただきました。サービスの方はですね、特に無料のサービスとかないんで2、環境帳簿は、駅前ではあるんですけど帳簿ないんで3とさせていただきました。良かった点、残念だった点なんですけども、まあ、ここに書かせていただいてますが、残念だった点としてはですね、まあ、ちょっと、今まで触れてないところで言うと、チェックインが、夜からしかできないということで、18時か21時かで、まあ、料金変わってくるんですけども、そんな感じのシステムになっていました。はい、ということで、総合満足度ですが、今回は、B とさせていただきました。まあ、元東京のね、対象施設ということで今回利用させていただきましたけども、まあ、実態はね、レンタルームとかレジャールームホテルに近い感じではございます。まあ、もちろんね、中綺麗で宿泊自体は問題はないんですけども、まあ、共用スペースがね、ほぼなかったり、外出がしにくかったりと、まあ、使い勝手はちょっと微妙だったかなという評価でございます。お得度でございます。今回、割高とさせていただきました。まあ、泊まる前はね、結構ね、写真とか見てて綺麗だし、ちょっともうちょっと広くイメージ、持ってたんで妥当かなと思ったんですけども、やっぱりね、このビルの仕様とか共用部分とかを考慮するとちょっと割高感も残るかなという感じでございます。近隣ホテルの状況をここに書かせていただきました。まあ、ちょっとね、周辺ホテルと比べると若干高めになってます。はい。これ以外のホテルも動画の説明欄に各ホテルのリンクも記載しているので参考にしていただけたらと思います。それではまた。